はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回ですね、またかなり前になるんですけれども、前回に引き続きまして、自宅で起きた怪談だとか、はい、そういったものですね、ご紹介させていただきます。はい。まずですね、一人目でございます。一人目、メールに来ているんですけれども、まあ、こういう名前で持ってとか、オカルトネームがなかったので、そちらは割愛させていただきます。はい、読ませていただきます。ある日、私は午前中家で仕事をしていたのですが、やたらと眠たくなり横になりました。しかし、いつもの昼寝とは違い、頭の上、過去物理的には何もないところを引っ張られる感覚を覚え、めまいのようなものが起こり、吐き気を覚えたまま眠りにつきました。夢の中で私は友人の家にいました。見たことのない家でしたが、友人の家だと認識していました。友人の家にいることにテンションが上がり、もともといた部屋から出てリビングらしき部屋に行った時、ふと目をやると焦げ茶色の玄関に向かうドアがあるのですが、それの前に圧の塊のようなものがあります。それは目に見えないのですが、確かにそこにいて、私はそれを直感的に友人の敵だと認識し、少し怒りを覚えました。しかしその瞬間、抗えないものがそこにいるから早く逃げろという感情を本能的に覚えました。恐怖を覚える時間もありませんでした。私はとっさに友人がいる部屋、過去最初にいた部屋へ逃げようとしましたが、テーブルとカウンターが邪魔で、少しその圧に近寄らざるを得ず、邪魔と思った記憶があります。そこで目が覚めました。変な夢を見たなぁとスマホを確認すると、その友人からちょうど今起きたと LINE が来ていたので、その話をしました。その時までまだただの夢だと思っていたのですが、妙なことに私が見た家の間取りが、見たことのない、行ったことのない友人の家と一緒なのです。そしてそのドアの前にそれがいたことを友人に伝えると、友人がそこで黒い人影を見て、ドアの前にあるソファーで寝た時に金縛りにあったことがあるのを教えてくれました。家の位置、ぬいぐるみや小物の位置、壁やドアの色、それがいる場所、すべてが私が見たものと一致しているのです。これは何なんでしょうか。最初私はデジャブをよく見るので、それかなぁとも思いましたが、幽体離脱して友人の家へ行ったのかなぁとも考えております。ちなみに友人は 1,2 ヶ月前にその家に引っ越したのですが、引っ越してきてから全身の体調がとても悪くなり、緊急搬送されたり、火事手前まで行ったり、同居している彼氏の車がコンビニの駐車場に停めていたところを当てられ壊されたり、と不運が続いております。友人は家から出ると体調とても良くなり、帰ると悪化する。玄関のドアのところを通るとき、視界の上が暗くなる。何かがぶら下がっていると言っております。怪奇現象も、誰もいないのに物音がする。お香の煙が上がらず、ぐるぐるその場で回り続けると起きております。煙の動きがおかしい動画も送れます。私が覚えた感覚的に、それは人間の幽霊というより、化け物、あやかし、土地神という強いものに感じました。友人の家は山梨なのですが、山梨は土地的に何か悪いものとはあるのでしょうか。怖いのが、友人がどんどん乗っ取られているのです。普段は賢い友人なのですが、お祓いをしようにも自分で調べることができない。神社にメールを送ろうにも文章がうまく打てない。私との LINE の文章もいつもより支離滅裂で、ふわふわした文法になっております。友人が自分がしたことができない、真逆のことをしている自分がいる、自分の中に誰かがいると言っております。友人を助けたいのですが、すぐには引っ越せないみたいで、お祓いも聞くか不安ですし、どうしたらいいか悩んでおります。お二人なら何か助けになる情報を知っているのではと思い連絡いたしました。何か知っていたら教えてほしいです。長文乱文失礼いたしました。というような、はい、お便りでございます。いかがですか？いわゆるただの心霊っぽい話とはちょっとなんか違う気がするな、そうですね、変な要素が多いよね、うん、ドアの前の圧みたいなやつって言ってたのは、
俺が心霊スポット行ったみたいな時に、はいはい、感じたあの感覚に近いのかもなってなんか聞いてて思ったな、うん、何でもない場所なんだけどゾッとするみたいな、あれを表現するとしたら確か圧っていうのもなんか、間違ってない遠からずな気がしたから、うん、だからあれがもし視覚で見えてってなんか感じてたらすげえ嫌な気持ちになるというか、うん、なんだこれってなると思うんだ、まあ、友人は黒い何かを見ていて、うんでね、人によって違うんだね、だからそうそう見え方がですね。だからその友人は生でその場所で見てるけれども本人はやっぱ夢の中で、うんあそううん、ちょっと離れたところから見てるし、まあ、ただの夢やろうなと思いながらっていうのもあったりするから、うん、でも正確にさ、ね、夢を覚えていて、うんうん、なおかつその友人の部屋を全部当てるっていうのはさ、うん、間取りやら置いてるもんとか全部当てていくっていうのはやっぱりなんかあるんだろうなと思いますし、友人がもしかしたら助けてほしいと思ったのかもしれないね。今起きたって言ってるのもなんかちょっと同じタイミングで起きるっても変だし、そうね、うん、また原因がその家なのかはちょっとまだ定かではないけどね、その友人たちについているものとか、そうかそうか、そうだからなんかもう結構家が原因っぽく、うん、捉えてるから、うんうん、でやれることがちょっとないみたいな感じで言ってたりして、うん、全部引っ越せないっていうね、で引っ越せないからしょうがないみたいなやつ、うん、あれだよね、神社でもお寺でもあの家に来てお祓いしてくれるみたいな人もいたりするから、うん、ありますね、それをやってもらうとかはいいかもしれないね、うん、ウーバーお祓いね、ウーバーお祓い、ウーバーお祓いでもありますけど、やっぱりでもそのメールも送れないからね今、だから友人が言ってあげるしかないよね、そうそうそう、うん、友人つうかそのこの子が ねちょっと、うん、あの今こう困ってる人がいるんで、うん、あの行ってもらうことできますかとか、うん、そうそう、そうそう、来るのもちょっと困難かもしれないんで、うん、みたいなね、うん、でなんかそのお祓いってさ、うん、やって意味あんのかよとか、うん、なんかお祓いをしてもらうっていうのはちょっと恥ずかしいとか、うん、まあねそうね、うん、なんか周りの人になんか言われん違うかとか、非科学的だとかね、そう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 、ね、言うんだけれどもやっぱり僕らでもさ、うん、そのお祓いではないけれどもなんかちょっとお題目とか唱えてもらうとさ、うん、ちょっとスッとしたじゃない、そうそうそう、うん、だからもしかしたら聞くと思うんだよな。で一番まあそれが非科学的だみたいに思うんであれば、うん、あのプラセボ効果だと思ったら方がいいかもしれない ね、はいはい、ね、思い込みで良くなる可能性全然あるから、確かに確かに、だからまあそういうふうなこともあるのでぜひぜひですね、うん、そのまあご友人困っているのであればご自身でまあ送ってあげて、うん、手配してあげるのもいいかもしれません ね、まあまあ、はい、一応そのとこに言ってね、一応 ね、はい、うん、恐ろしい話と下ネタがあります、どっちがいいですか。じゃあ下ネタでお願いします。大好きいきます、はい、夜はオカルト見れないクソジジイさんからいただきました、ありがとうございます。はい、夜はオカルト見れないクソジ、もしかしたらすごい怖がりなのかもしれないですね、うん、はい、ではいきます。夜はオカルト見れないクソジジイと申します。はい、二十数年前に友人に起きた心霊体験について書かせていただきます。はい、ちょっと詩もありますがご容赦いただければと思います。はい、A 君は学生時代かなり経験があったそうです。毎日のように金縛りに遭い、白装束の狐顔の女性が枕元に座っていたり、うん、地元の首切り場、うん、ま、形状形状、ね、うん、みたいなところを通ってから首が痛くなる、うん、そんな中すごく霊感があると言われていたおばあ様が亡くなる際に、うん、A についた変なの連れていくからと言われて、うん、それからはほぼほぼ心霊体験はなかったそうです、うん、そして地元を離れ賃貸の空室空き室ですねの清掃のアルバイトをしていた時のことです、うん、ある物件に入った時嫌な感じがしたそうですが、午前仕事をしてお昼ご飯を食べ日課のオナニーをしてから昼寝をしたところ、うん、やはりというかやばい感じがして起きて急いで仕事を終わらせたそうです、うん、そしてその夜、そりゃそうだろうと思いますが、寝ているといきなり足首をつかまれ、うん、振りほどこうにも離れず反響乱になりながら必死にもがいてアパートのドアの外に入れると、うん、ようやく離されたそうです。うん、質感的には 5,60 代のおじさんだったかなということです、うん、足首には手形のあざがついていてしばらく消えなかったそうです、うん、まあでもオナニーした俺が悪いよねって明るく言ってました。なんで、うん、以上です。いやいや、なんで悪いの、はい、したどういうこと、はい、うん、まあ、そういうことです、うん、はい、あのまあ
自慰行為しすぎて、うん、霊に叱られた男の話です、ね、それ注意されてるってニュアンスで捉えてるんだ。そういうことですね、この人はね。まあでもオナニーした方俺が悪いよねって言ってます。別にいいんじゃないのと思うけど、うん、まあまあまあそういうことですよ。墓場の前とかだったら怒られてもいいけどね、うん、別に家の子いいんじゃねえの、うん、ちょっと本当たくさんあるんですけど、ちょっと最後僕の話させてください。直接取材させて、はい、させてもらった話なんですけど、あるね女性から連絡来たんです、うん、その女性っていうのはかなり悩んでいまして、うん、林さんどうにか話聞いてくれませんかって言うんで、うん、まあちょっと遠い場所だったんですけど、うん、行きました、うん、行って喫茶店で話を聞くんですよ、うん、そしたらですね、その文章からはかなり焦ってるみたいな、うん、あのどうしても人って欲しいっていうものをね、うん、っていう感じだったんですけど、なんか会うとすごい明るいんですよ、うん、そこ抜けに明るくって、でまあ、お綺麗な方で女性でね、うん、俺なんかほんま悩んでんのかなと思うんですけど、明るいキャ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 ーっとした表情なのにすごい話が暗いんですよ、うん、話が、うん、その話っていうのが、自分のお母さんが2019年に体を壊されるんです、うん、そういうのが、まあ、下半身女性器あたりを壊すんですね、うん、でそれで入院して手術もしないかってなるんですよ、うん、だからこれ大変やなと思ったんですけど、その手術前に自分も体の不調を感じて病院行ってみたら下半身おかしくなってるんですよ、うんうん、で自分の方が軽いから、うん、まずは自分のお母さんを後にして、で自分がまず手術をして体そうそう治してからお母さんが手術するとのケアしていこうと、うんうん、リハビリもあるからね、まずは自分の体を治そうと思うんですよ、うん、で自分が手術して治して、うん、でお母さんをって言ってる時に息子さんがいてね、ちょっと寄ってくるんですよ、うん、で息子さんがこう言うんですよね、実はお母さんとかおばあちゃんがこんな状態やったから言えなかったんだけれど、僕も下半身おかしいんだよね、うん、そしたらまあ自分の男性器、うん、異常が見つかって、うん、その町では治せないからって言って、もっと都心部にして治しなさいって言われるぐらいちょっと重たいものだったんですよ、うん、でこんな風に続くことあるって思ってて、うん、そうね、そう、そしたらそのお母さんが治って、うん、ほなリハビリして家に帰れましょうかっていう時また転んで、次は足を折るんですよね、骨を、うん、でえっていうことがあってね、うん、それが2回連続で続くんですよ、うん、ほな足治しましょうって直して、でまた帰りましょうっていう時また足壊すみたいな、次逆の足みたいな、へえ、下半身をずっと壊していくから、うん、これおかしいぞってことになって、うん、霊能者に見てもらうんですよ、うん、で霊能者に見てもらったら、ちょっとこれおかしいねと、うん、ただあんたらもそうなんだけどお兄ちゃんいるって言って、お兄ちゃん、はい、うん、私、あ、でもお兄さんいますと、うん、ただ今連絡取れないんです、うん、というのも仲があんまり良くなくって、うんうん、連絡先住んでるとこ知らないんですよ、うんうん、なこれどうしたらええかなと思ってて、でもあんたのお兄ちゃんひどい目に遭ってるから絶対に連絡取った方がいいって言われて、へえ、わかりましたって言って、でも自分で調べようないから、うん、警察行くんですよ、うん、でお願いです、お兄さんどこいるかちょっと調べてくださいって言って、お兄さんの居場所調べてくれるんです、うんうん、そしたらある場所で電話番号もわかる、うん、で電話してみるんですよ、うん、でもしもしお兄ちゃんって大丈夫ってこんな風に言われたのよって言ったら、うん、いや俺は大丈夫なんやけどって言って、うん、ただ下半身がどうにも動かんくてねって言うんですよ、うん、それが同じ時期なんですよ、うん、離れた場所に住んでるお兄さんやのにお兄さんも下半身おかしくなってるんですよ、ね、大丈夫じゃねえじゃん、そう、うん、でも仕事はまあちょっとできてるんだけれども、うん、今お休みしてると下半身を壊しちゃってって言って、うん、こんなことあるのって思ってね、うん、確かに、でこれもしかしたら妹もね、うん、ちょっと離れてすっ暮らしてるんだけれども妹ももしかしたらやばいかもと思って、うん、妹にも連絡するんですよ、うん、なんかおかしたことないかって、うん、そしたらいや実は何年頃から下半身がおかしいのよねって言って、うん、血筋がみんな同じ時期に下半身壊していってるんですよ、うん、これおかしいぞって、うんうん、でもどうしようもないからなと思いながら、その僕にねお話を提供してくれた人と息子さんで YouTube 見てたんですよ、うん、その YouTube っていうのが僕らの YouTube なんですね、うん、その中で話していたのは猫の呪物の話なんですよ、うん、猫の呪物っていうのは知らない人のために話しますと、うん、耳が欠けていて、うん、持ち主みんなが耳が悪くなったりだとか耳がちぎれたりとかね事故で、うんうん、とか耳にまつわるおかしなことばかり起きるっていうものなんですよ、うん、それを見た時にあの息子さんがね、早瀬さんの呪物は耳ばっかり怪我するんだ、僕らは下半身やしね、その下半身何かおかしくなる、あれ
うん、思い当たりあるよねってなるんですよ、うん、お母さんもいやそんな過半えあれなの、うん、ってなるんですよ、ね、そんなドラマみたいで本当にドキッとしたんですって二人とも、その瞬間気がついて忘れてたんだね、はーって、うんうん、絶対あれだってなるんですよ、うん、でそれを林さんに引き取ってほしいんですよ、うん、いや、なんなんだそんな危ないもんなんですかと、うん、でも大丈夫僕引き取りますよって言って、うん、あーじゃあお願いしますって言って持ってきてるんですよ、何ですかそれちなみにって言ったら、いわくのちんちんなんですよね、それいわくのちんちんなんですよ、うん、聞いたことない、そう聞いたことなくて、いわくのちんちんって、いや変なこと言ってるの分かるんですけど、あの見てくださいまずは、うん、って確かにいただいたものが、うん、これなんですよ、うん、ちょっと開けますね、うん、で映せんの、映せますよ、うん、大丈夫なの、うん、大丈夫です、これなんですよ、はこれ、これ知ってる、後ろのあの黒ひげ危機一発みたいな、あ違うんですよこれね、うん、あの東南アジアでよく見られる民芸品工芸品なんですけど、うん、これね樽買ってるでしょ、うん、スッとるとこういう風に、ああ知ってる知ってる見たことあるよ、コ、うん、ローンってなるんですよ、うん、でビヨヨンってなるやつでしょ、そうただこれ見てください、うん、先っぽがないんですよ、ないこれなんでないか、うん、いじめ抜いたからなんですって家族で、はなんてどういうこと、チンチンいじくり回して撮ってるんですよ、うん、これえその家族、そのそうその家族が困ってる人だ、その家族が、うん、でそのいじめ抜いてる時の写真まで撮ってるんですよ、何それ、だからこれ頭おかしいじゃんそれ、よくあるじゃん、なんかそのいじめでさ下半身丸出しに写真撮ってこれはお前言うこと聞かんかったら晒すからなみたいな、うん、それっすわ、うん、写真撮ってるんですよ、それをやってるの、そう、うん、まず、うん、正常だった時の写真、うん、これです、ついてますよね、あそうそうそういう結構大きいんだよね、そうビョーンってなるからね、ビョーンってバネてね、そうそうあるんです、うん、それがどうなったか、うん、まずいじめ抜いて、うん、こうなりました、えもうなくなってないの、引っこ抜いて、ね、穴に取り付けてカエルの指さしてるんですよ、うんうん、完全に遊んでるね、遊んでるんです、うんうん、で次行きます、うん、はい、鉛筆刺しちゃってるんですよこれ、うん、先にね、うん、こんなことしていいんですか、いや知らんけど、もしいや男性だったら分かるはずですよこれが屈辱的だということが、屈辱ではあるよな、先っぽ外されて、うん、何してるんだ本当にこんなことがあって、うん、で次ですよ、うん、これもひどいです、ドリルつけてます、いやいやいや、これドリルつけてますよ、付け替えで遊んでるよね、パーツ、こんな屈辱的な、しかもね、うん、ドリル多分気に入ってたんです、うん、別アングル知らねえよ、別アングルもあるんです、アングルはいい、相当気に入ったでしょうこれ、うん、別アングル、いやめちゃくちゃハマってるじゃん、ハマってるんです、これだけめっちゃこのドリルむちゃくちゃハマってるんです、多分ハマってるんです、うん、まだまだあります、マーブルチョコレートこれひどいですよ、なんか画角まで工夫して切り出してるな、そうですそうです、ちょっとマーブルチョコレート、しかもこれあれですよ、この暖房をつけるヒーターの上を置いてるんですよ、ね、マーブルチョコレートの保管場所としてもこれ良くない、うん、そこにつけてこれチンチン突き刺してこう遊んでるんですよ、ね、なんか遠近法までちょっと遊んでるわ、置物だから涙なんて流さないと思う、でも俺には見えるその涙、次行きましょう、うん、次もあるんですよ、次ひどいですよ一番、うん、これ何これ鉛筆削 り, 削り、鉛筆削りの中に怖い怖い突っ込ましてるんです、こんなことよく考えつきますね、うん、あなた方確かにひどいですよこれは、うん、次何入れるか大喜利始まってるやん、そうなんですよ、うん、で、うん、その後どうなったか、うん、飽きられてるんです飽きられてちょっと暗がりの中に置かれてるんですこれこういう状態になってたんだ、なってたっていう、もうだってあの樽さえ入ってないもん、ね、そう樽、うん、だけつけてあげてほしいんですよ、僕はそれだってね、そう、すっぱだかにされてるから、そうですよ、マッパにされてポーンと置かれてちょっと暗くされ写真撮られてますから、うん、それはそらこうなりますわ、うん、で恥ずかしめをもう受けさせてるんですよこれ、うんうん、これ地獄ですよ男性からしたら、そうですよ、それを長きにわたってやってるんです家族は、うんうん、笑いながらキャ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 って、うん、そりゃ呪われるで。そうだね。みんな下半身おかしになるで、そりゃ。完全なる自業自得感がある。そうなんですよ。で、つくも神って言ってね、大事に使ったら、そのもの、そのものにね、魂が宿ってっていう話があるんだけど、これ逆で、
ずっといじめ抜いたりとか、うん、悪く扱った人形とかっていうのにもこういう風に悪い念ってこもるって言われてるんですよ、うんうん、でそれを魂抜きしてください、ちょっとこいつの腕切ったりとか、頼んでたら自分の腕も同じとこがちょっと怪我しちゃったりとかしてって言って、お寺とかによく人形が来たりするんですって、うんうん、あるよね、それと一緒なんですよこれ、うん、だから下半身ばっかりいじめ抜いてるから、うん、家族みんなが血筋が下半身おかしくなっていってるっていう、うん、そういう話なんですって。なるほど、ね、でしかもその先っぽ、亡くなった、うん、その先っぽを引っ越す時に探すんですよ、うん、探してこれをくっつけたら治るはずって言って、そうそう俺もそう思った、どこにもないんですって、ああやっぱなくしちゃったんだ、どんだけ探してもないっつって、うん、いろいろ探したんですよ、うん、ほんであのね、もしかして掃除機で吸ったんかなと思って、あのゴミ入れるとこあるじゃない、うん、ゴミの ね、 のねポケットみたいなやつ、うん、パッて言ってパッて、でそれで言ったんですって、こんなとこにいるはずもないのにって言って、うん、あのガチで普通に言ったって言って、うん、山崎まさやし、そうそう、こんなとこにいるはずもないのにって言ったっていう話もあったりとかしてて、かなり困ってるんですって。え、結局なかったんでしょ、だからそうなかった、でも未だにだからみんな下半身壊してるんですって言って、でもこの人形をね、いじめ抜いた人形をもし引き取ってくれるんであれば、もしかしたら自分のとこから呪いっていうものも一緒にこっちに来るかもしれないから、もしよかったら引き取ってくださいって言って、すっごいおしゃれなコーヒー屋でいただきました。なるほどね。で周りこれをね、あの女性のね、その人も僕らのことを見てるっていうんで、うん、多分メッセージ届くと思うんですけど、あの時、うん、すっごい深刻な顔して俺にチン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 言ってたでしょ、うん、周りの人もみんな不審がってましたよだろうね、うん、何の話してんだろうって思うよね、チンチンおーとかって、うん、あれちょっと考えた方がいいっすよ、うん、むちゃくちゃ底抜けに明るいから言いますけどね、うんうんうん、まあ、そういうお話なんで、ちょっと自宅にまつわるお話ですよね、まあ、今回最後に呪物をね紹介させてもらいましたけれども、うん、こういったお話をはい、いただきました。まだまだ募集しておりますので、ぜひぜひお願いいたします。以上です。ありがとうございました。